朝倉キキのボーカルレコーディングの様子をご覧ください。もしもし。はい、じゃあまず1番の A メロ、はい、じゃあやってみましょう。お願いします。悲しい方に振りすぎず、うん、ちょっとこう思い出しながら公園歩いてるぐらいな感じでいいんじゃない、はい、今なんかドヨーン確かにドヨーンってしちゃうドヨーンってしちゃうんですね。ドヨーンとならずにちょっとこう思い出してる、思い出してる、あ、そうですね、過去思い出してる、うん、だからそういうテンションなんで、あまり楽しいって行くよりかは、はい、ちょっとこう楽しい時はいつも素直で笑顔でいれるのに、はあ、なんでかな、ちょっとつまずくだけでうまくいかないな、まあそんな感じよ、はい、でやってみようか、はい。楽しい時はいつも素直で笑顔でいれるのに、ちょっとつまずくだけ、いいと思います、はい、じゃあサビ頭から1本目を歌ってみようか。はい、笑顔で行こう一緒に、手を取り合って。ここももうちょっとなんか張ってる感じでいいんじゃないかな。あ、はい、なんかあんまバラエティーに持っていかずに、はい、まあどうだろうね、ミディアム、ミディアムテンポの、まあちょっとロック曲なんでね、これはね。ああ、そう、まあ、オケはロックなんで。はい、で、まあ、多分、リハでも言ったかもしれへんけど、スネアの位置をちょっと気にして、ダーディーダーンと、つかんつく、つかつく、ダンつか、ダンつか、な、ダリラーララー、ダリラーララーララー、ダララララララー、ジャラララララー、つたんたの、つっ、つくつかつくかつかと、ここね、ここのリズムをちょっと意識してみて。はい。で、それを感じて最後の、はい、手を取り合って、うん。もっとなんかこう未来を感じているというか、はい、弱々しく、手をじゃなく、もっとポジティブでいい。ポジティブに。うん。はい。じゃあもう一回やってみよう。はい、
どっちサビがあって、共に歩もうってみんなで歌った後のソロ。はい。涙よりも笑顔で行こう。そこね、有効でもっと伸ばしたいな。笑顔で行こう。そう、伸ばしとこそこ。はい。タラタララ。はい。一緒に手を取り合って、一緒に、もうポジティブに、未来を見据えて、うん。でもそのままの気持ちの余韻で、はい、ウォー、あんまりもう仕切り直さないで、はい、余韻、あくまで余韻のフェイク。ウォー、ウォー、ウォー。はい、はい、最後までいきます。椅子で手が高取りやね、はい、そこね、ちょっと高取り気味なんで、未来を見据えて、うん、そこね、テンション的にはいい感じだと思う。はい、じゃあ踏まえてもう一度いってみます。はい。終了です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。